今日のまるっと、まだまだ海の話題をお届けします。海と日本プロジェクト in 長崎は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環としてお送りします。さあ今日はですね、太一くんが長崎の海に中継に出ています。今年何回長崎の海に行ったんでしょうかね。焼けてましたね。よ、海の男、太一くん、いいよ。はい、マルットで一番海、そして雨と風が似合うとこ、宮崎太一です。今日から9月に入りましたけども、うん、あの子どもたちも新学期スタートしたのではないでしょうか。あの元教師の私としてはですね、はい、夏休みの宿題とか自由研究終わったのかなと心配をしております。やきもきしてるわけですね、はい、今日ですね、私やってきましたのはこちらです。長崎市にあります野母崎三和漁業協同組合の、活魚センターにやってまいりました、はい、なぜ私が今日ここに来たかと言いますとですね、こちらです。第24回長崎野母崎伊勢海老祭りが今日から開催されるんです。開催期間中は天然伊勢海老料理が野母崎のお店で堪能することができますよ。ここ野母崎の伊勢海老は漁が解禁されたばかりで、今が一番多く取れる時期なんです。ここからは、組合のですね、田川さんにお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。いや、今日ちょっと残念な天気になりましたね。そうですね、あいにくの雨になりました。そうですね、本来ならば晴れてる時ってどういう景色見れるんですか。野母崎一面を見渡せるぐらい綺麗に。そうですか、ちょっと残念ですけども、今日は伊勢海老をね、一緒に楽しんでいきましょう、はい。早速なんですけども、はい、伊勢海老を実際に見せていただいてよろしいですか。はい、大丈夫です。はい。いけすに。あ、うん、おお、大きいですね。うわ、すごい。すごい。立派。ねえ、ピチピチしてますけども、この伊勢海老実際に触ってみてもいいですか。はい、いいですよ。はい、じゃあ私掴みますね。伊勢海老。手袋。ちょっと怖いんですけども。うんうんうん、結構ずっしりくるじゃない。あ、結構挟まってる。ちょっと、ゆっくりゆっくり。おー、すごい。すごい。結構ね、足広げて元気ですよ。あの、実際見た目よりも実際に持ってみるとやっぱ重さを感じますね。身がしっかりこう詰まってる感じがします。これで何キロぐらい。田川さん、この大きさで大体どれぐらいの重さがあるんでしょうか。大体1キロぐらいですね。これで1キロぐらい。1キロあるんだ。よ、実際に測ってみますね。さあどうでしょう。実際どうなのか。よいしょ。どうでしょう。お、1100グラムということで、ほぼ1キロですね。いや、さすが田川さん、見ただけで大体の重さが分かるんですね。はい、職人ですね。すごいです。いや、いけすにはですね、あのたくさん伊勢海老がいるんですけども、うん、今年伊勢海老って取れてますか。そうですね、8月の22日から水揚げが始まって、はい、今は1トンあります。あ、1トンも取れてるんですね。あのこちらの野母崎の伊勢海老ってどんな特徴があるんでしょうか。と、小ぶりですけど、うん、身が引き締まっていてプリプリして美味しいです。あ、非常にね、甘みが強いということを私も聞きましたよ。はい。いや、こちらの野母崎、なぜそういったこうね、旨み甘みがつく伊勢海老になるんでしょうか。野母崎の海流、海流はぶつかるところがあって、はい、そこにプランクトンや、貝類、小魚が豊富に集まって、それが餌となって伊勢海老がいっぱい取れます。なるほど、はい、野母崎の海ならではの美味しさの秘密が隠されているわけですね、はい。ちなみに、はい、こう今日みたいな天気が悪い日っていうのは、はい、伊勢海老で取れるんですか。ですね、伊勢海老は普段は岩陰とかに隠れていて、多少波があった方が量が上がりやすいです、はい。なるほど、天気というよりかはこう波があるかないかで取れるかっていうところなんですね。
いや海に近いところでこう生活をされている田川さんからして今のこう海の環境ってどうなんでしょうか。そうですね、やっぱり年々、海水の温度が上がってきてますね、うん、あそうですか。やっぱりそれってこう世界的な問題でもありますよね。そうですね、こちらこう野母崎の海を守るために組合で活動されていると聞いたんですけども、はい、そうですね、一応、磯焼け防止で、はい、10年ほど前からウニの駆除をやって、うん、あとは浜掃除をしています、はい、なるほど、こうそういったさまざまな活動を通してですね、この綺麗な野母崎の海を守っているわけですね。そしてですね、こちらにいる伊勢エビたちなんですけども、ここで購入することができるんですよ、はい、この伊勢エビ祭り期間中なんですけども、はい、格安の 1kg、うん、おいくらですか。税込みの7020円になります。7020円になります。全国送料無料、しかもですね、先着500人限定で送料無料です、送料無料。この期間にですね、ぜひお得にゲットされてください。はい、中継の後半はですね、伊勢エビ祭りについて詳しくご紹介していきます。そしてプレゼントはありますのでお楽しみに。伊勢エビ1キロプレゼントありますからね。そうそうそう、もうワクワクしてきましたけども、じゃ あれぐらいが1キロだっていうことで、だいぶ大きいですね。さあ、そして後半はどんな、ね、料理が登場するのか、こちらも楽しみです、はい、海と日本